あ、やめて。様3名様でしょ、5人、あ、6、1、2、3、4、あとお二人、あ、後ろいらっしゃるね。はい、じゃあね、まず皆さんこちらでね、この金塊をと持っていただきまして、よいしょ、ちょっとお一人一個ずつありますんで、どうぞ持ってみてください。本物だとね、この大きさで30キロあります。2億円です。2億円、はい、どうぞ。あとお二人来てね、あと、はい。本物だと何キロ？三十キロですね。三十キロ。はい。うわ。二億円。キロ大きい。大きいの。お米のあの大きい袋ですね。ゴーゴー。あれ、こうこうないかな。これ今小学生の体重だ。スタンプだかなんか。パパ、これこれここでパパの体重だよ。これでパパの体重だ。パパの体重。これ結構重。お父さん、ほんまに大きい。大手部位。お相撲さんとか。じゃないんだけど。普通の。遅いな。遅いね。これ、動画でもしよろしければ、お父様いらっしゃるまであちらのベンチでお休みください。はい。バッチリ用意してるです。こちらは商品内限定のキーアップのお写真です。皆様の旅行の思い出に。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。お母さん、私やる。ありがとうございます。1枚1300円です。はい、2000円お預かりします。700円お返しします。ありがとうございます。どっかにさあんの、はい、700円。あ、バレたね、もう言われちゃったね。ありがとうございました。どういうやつかもう言われてね。金メダルのプレゼントI'm not afraid to die.
Thank you.
働く人たちにとっては一番の楽しみ。辛い作業の後のお風呂は一日の疲れを癒し、明日への活力を蓄えたことでしょうね。それに当時この周辺にはトイ千軒と呼ばれる町並みがあって、毎晩遅くまで賑わっていたそうだ。ちょっと一杯なんて考えてないでしょうね。何のことだ。ところで1トンの金鉱石からどれくらいの金が取れるかっていうかな。すごいな。だそうよ。じゃあ僕もみんなが元気でいられますようにってお祈りすることにしようっと。ねえ、自分たちよりおかしいよそれ。でもしょうがない。そうだけど、もう最後の家庭。じゃあ、私は無理だ。私も最後に。一瞬抜けない。このお地蔵さん。